日本東北地方南東北山形県大玉地方山形県地域区分図紫庄内地方青最上地方大々、村山地方緑大玉地方大玉地方の自治体1米沢市2南陽市3長井市4高畑町5川西町6小国町7白高町8飯出町大玉地方は 日本の山形県の内陸部南部を指す地方名である。体感的に、沖田、ま、大井玉どちらの発音も同義として解釈されるが、沖田間の方が古い語である。これは日本語発音上での四便と呼ばれる変遷の一例で、埼玉、大井戸なども同様の例である。大井玉地方には南東部の米沢市を中心とした米沢都市圏、 それに北接する南陽市を中心とした南陽都市圏、両者の西に接する長井市を中心とした長井都市圏の三つの都市圏が認められる。大玉地方は、旧軍の大玉軍一帯に相当する地域名称で、四方を、大宇山脈や須山地、飯出山地などの山に囲まれている。東は、宮城県や福島県福島市と接しており、北に、山形県、村山地方、南に、 福島県会津地方、北西に、庄内地方、新潟県下越地方と接する。大玉地方は、庄内地方に河口を持つ、最上川の上流部にあたる米沢盆地と、下越地方に河口を持つ荒川の上流部にあたる、小国盆地の二つの流域があり、両者は、出羽山地の分水嶺で分けられる。小国町は、下流の新潟県村上市などとの交流が盛んである。ため、 小玉地方は小国町とその他の地域の二つに大きく生活圏が分かれている。県庁所在地である山形市を中心とする村山地方は整形両面で山形県の中枢部となっているが村山地方から東京への陸上交通には小玉地方を通って福島県に至る山形新幹線と国道13号がある。ただし高速道路についてはかつて 村山地方から宮城県に直接入って東北自動車道とつながる山形自動車道のみであり、大玉地方を通過しなかった。最近になって大玉地方を通って福島市で東北道とつながる東北中央自動車道が福島台佐藤 IC から米沢北 IC 間が開通し、大玉地方は高速道路が通るようになった。南側の福島県合津地方との間は、 国道121号、西側の新潟県海津地方との間は、米坂線と国道113号でつながる。盆地であるため、1日のうちの寒暖の差が大きい。冬期間は、日本海からの季節風の影響で、豪雪地帯として知られる。高地を利用した放牧畜産が盛んで、米沢牛が有名である。天気予報や警報、注意報の細分区域における、 山形県の置玉地方は、さらに東南置玉と西置玉に分けられる。東南置玉には、米沢市、南陽市、高畑町、川西町が該当し、西置玉には、長井市、小国町、白鷹町、飯出町が該当する。行政的には、置玉総合市長が管轄するエリアである。中心都市は、米沢市。山形県に統合する以前は、 大いたま県が置かれた時期もあった。現在の市町村区分は以下の通り、一般的な都市圏の定義については、都市圏を参照都市雇用圏の人口は、米沢都市圏が約17万人、長井都市圏が約5万人、以下の3、市五町は、大いたま地方を構成するすべての自治体であり、大いたま総合市長が管轄している。江戸時代を通じて、 上杉市の米沢藩がほぼ全域を領有したため、独特の郷土料理や方言などの藩生文化が育まれた。山形県内は自然障壁が多く、多数の藩に分かれていたため、地域によって異なる文化を持っており、現在も県内を4つの地方に分割して市長を置いている。周囲の地方のうち、特に山形新幹線、近年は、 米沢市と仙台市との間で高速バスが運行されるようになった。観光面では、飯出山地を挟んで南北に接する合図地方と合同で観光ガイドを出す場合がある。江戸時代の風情が残る城下町の米沢、合図若松、北方、米沢側の山中にある白根の温泉と合図川の裏、磐梯など観光資源の共通項が多いことと両地域を結ぶ。 国道121号や山岳観光道路が整備されたためである。ありがとうございます。